こんにちは。手で芸をするコミーです。ニットリング、正しい大きさのを買ってきました。見てください、これ。左側のが、本来使用するはずの8ミリの大きさ。こんなに違うんですよ。こっちです。はい。もう全然、全然違います。ね、全く。で、1個ね、編んでみました。ニットリング1個分のところ。こんな感じになりましたが、合っているかどうかはわかりません。はい。尻尾編みでこうつないでいくんだけど、ニットリングの周りに、まあ、ビーズとか絡めながら少しこう、ボリュームアップさせる感じですね。でもこれは本当に編み済みながら、尻尾編みをこうどこにつなぐかみたいなところをね、確認しながらやっています。で、やっぱりこう写真の説明のところと編み図のところと見るんだけど、まあ、写真では細かいこう動きっていうのは確認はするけど、でもやっぱり編み図で今どこ編んでるかっていうのを確認しながらやった方が私は、わかりやすい感じがしますね。そう、ここがやりたかったんです。このニットリングに絡むところ。そう、ここがやりたかった。で、こうビーズも途中ね、ニットリングに絡めながらやっていきます。はい。この小さい、ニットリングが小さいと絡めていくのもね、結構大変でした。大変、まあ大変っていうか、大きいサイズの方がやりやすいっていうことですね。で、そう、ビーズを絡めていくやり方も、私はビーズをこう絡めて直接すぐに細編みするのかと思いきや、そうね、編み図を見ると、ビーズを鎖編みで固定させてから、ニットリングに細編みっていう風になっていて、そうすると、ビーズの位置がやっぱり固定されるから、その方が綺麗なんですね。それは今回この本、この編み図を見て、ああそうだったんだっていうのを知りました。すごい上からな言い方だけど、ちゃんと考えられてるんですね。なんかバカにしてるみたいだけど、そういうんじゃなくて、すごく関心っていうかな、ああよくできてるなーって思いました。で、こう一旦こうビーズを絡めてなんとなく一周編んだ後、今度こう反対向きにその上の一段編んで、でもう一回反対向きになってもう一段編んで、また元の場所に戻るみたいな、そんな感じで一パーツ出来上がりという感じです。それでニットリングが17個なので17リピートやるんですね。同じ、ずっと同じことの繰り返しです。17個分。こう言いながらも、ああ、やっぱりなと思うんだけど、飽きます。ね。やっぱり飽きます。ね、私の特性がそういう特性なので、やっぱりなって自分で思ったんですけど、なんかやっぱりね、最初の何個目かだとすごく先が長く感じてしまって、この後ろにねビーズ通ってるのも見えてるし、まだこんなに編むのかっていうちょっと
あのげんなりっていう感じが最初からしてて、これ危ないなって思ってたんですよね。これだからどれくらいで編み終わるんだろうって思いながら始めたんだけど、最初のね一つはあのカメラなしでやってみて、わあこれ17個って結構あるなって思って、1日は多分ね1回では無理だなって思いながらやったんだけどね、でもそう途中で休んで嫌になっちゃったらこのまま放置になっちゃうなとかいう最悪のパターンもちょっと想像しつつみたいな。それでね、あのこれね動画今はもちろん撮ってるんですけど、今ね考えてるんですよ。尻尾編みどこにどうつないで、次どこに行ってどこにつなげてっていうのをね、本を見ながらよく確認しないと変なところにつなげちゃいそうな感じなんですね。ちょっとまだ頭がこんがらがっていて、まあ、だから自分の頭で考えるんじゃなくて本を見ながら次はここねっていうのを確認しながらやっている感じです。はい、あの慣れればね、あの本を見ないでもわかるとは思うんだけど、多分私分かれない、まあ、今の段階では分かれてない、理解できてないから、考えながら本を見ながらちょっと慎重になっています。はい、でその全部動画に撮ってもきっとずっと同じね作業なので、あのちょっとカメラを止めて、あの編めるだけ編み進めてみようと思って、途中ね切って進めているんですよ。もしかして、この今日の動画で最後までいけたらラッキーぐらいな感じでね、ちょっと頑張ってみたんですけど、なんと眠くなるっていう、もうカメラがないから、まあ気が緩んでるのもあるのかもしれないけど、編んでたらもうすごく眠くなってきて、あくびガンガン出るし、涙ボロボロ出るし、こりゃいかんと思って、ね、カメラを止めていたんだけど、今日はもう完成は無理だっていうのを、はい、早い段階で諦めて、それで動画途中で終わりにするんですけど、もうね眠くなるっていう時点でね飽きてるんですよね飽きてなかったらね眠くならないはずだから、あーこれやっぱりな、いつもブレスレットぐらいでなんとかならないかなと思ってたのは、まあその飽きちゃうっていうことがあったからね。ネックレスだとやっぱり長いんですよ。もう全くそのくらいも持たないのかっていうちょっとがっかりのところもあるんだけど、でもまあ分かっているので、自分が飽きやすいというね特性をね持っているのは、なので、完成できたらいいな、今日じゃなくてね後日。まあでもこの色は選んでいるし気に入った色だから、完成は、はい、させたいで、自信を持って言えないところがね残念な感じではありますけど、ね、想定内っちゃ想定内なんだけど、そっか眠くなっちゃったかみたいなね。それでここまで編み進めてカメラ再開したんですけど、実は間違えてるっていうね、左2個と右2個の一番外側のビーズの数が違うんですよ。本当はね15個入れなきゃいけないところを、左側2つ編み始めた2個分は12個なので3個分足りないんです。ワンブロックっていうのかな。もうだけどねこれ3個目編んでるところで気がついたから、もうねあくびもガンガン出たところだし、もう飽きてるのを自覚してたから、これほどいたらもう今日その後のカメラも回せなくなると思ってもう諦めて
あのそこちょっと間違えちゃったけど、まあまあいいやと思って、はい、編み直して いません。間違いが、まあ、はい、もうすでにありますっていう感じね。もうそれでね、なんで飽きちゃったかな、まあ、あの飽きるのに理由はないんだけど、あの昨日ねニットリングがやりたいって思ったんだけど、今日はそういう気分じゃなかったんですよ。もうなんかもうほんとただの言い訳にしか聞こえないんだけど、やっぱりね毎日違うんですね、その気分がね。もうほんと子供かって感じですけど、でもその昨日ねなんかちゃんちゃんっていう終わり、ニットリングのサイズ間違えるっていう、もうとんでもない間違いをしているから、そこはリベンジしたい気持ちはもうあの絶対今日やるって昨日買った時点で決めたから、うん、やりましたよそれで眠くなるっていうね、あもう体は素直だなって思いました。はい、であの全然関係ない話ですけど、私あの首に巻き物するのが好きなんですけど、まあね外出の時は、まあ、ストールだったりそういうものなんだけど、あの家ではタオルを巻く、タオル派です。あのおばちゃんがね首にタオル巻いてますよね、あれです、まさしくあのおばちゃんなんで私も。であのそうね、ここ最近はタオルをかけていなかったんです。なぜなら汗があまり出なかったので。はい、今日のメイソンジャー、これまたぬるめというか常温というか、ほうじ茶です。熱湯でほうじ茶を入れて、まあ、氷でちょっと冷ましてっていう感じで、あの、まあ、だからぬるいほうじ茶、久しぶりにほうじ茶飲んだらやっぱ美味しいです、ほうじ茶ね。で、あのタオルね、あのこ最近巻いてなかったんだけど、その汗がやっぱりね出にくかったから、首に巻かなくても平気だったんですよね。だけどね、あのそう針やってから、そう首筋にじんわり汗をかいているのを感じるようになって、あじゃあタオルと思って、タオルを巻くとやっぱり、ね、落ち着くんですタオル汗もかいているし、やっぱタオル巻くとなんかねしっくりくるっていうね、やっぱタオル巻いてなきゃダメなんだなーなんて思ったさ、どうでもいい話ですけど、うん、まあだから汗かくのは大事、本当大事ですね。うん、それはすごくあの実感をしています。はい、で今朝エアコンの掃除をしました。していますかでドヤ顔することじゃないですけど、私夏初めてやったのでだいぶはい汚れていました。毎日ねフル稼働なので夏フィルターの掃除はした方がなんていうかな、エアコンの効きがいいんですよね。はい、そう言われてもなかなかね、はい、エアコンの掃除は大変ですけど、はい、今日やりました。ちょっとすっきりです、自分の中でやったぞっていうねはい、なんかそうやってやった後ってエアコンの効きがいい気がするんですよね、気のせいだとは思いますけど、うん、だからなんかよく効いてるんじゃないかっていう感じがはい、単純なやつなんです。はい、そんなところでしょうか。あとね、そろそろ梅干し干す日を、考えないといけないなと思っています。まあ、2、3日晴れが続きそうな時を選んで、干すっていうところですね。そろそろですよね。うん、そこをちょっと天気予報を見ながら考えようかなと思ったりしていますね。美味しい梅干しができたらいいなって思います。うん、初めてなので梅干しは、うん、できたらはい嬉しい
ね、夏食べた方がミネラルとか塩分もね取った方がいいので、はい。で、本当にまだ最初のところなんだけど、まあ飽きてしまった状態でやるとね、あの質も下がるので、ここでおしまいにします。どうでしょうか、合ってんのかどうかわかんないけど、まあそれっぽくなってるので、ほらまだこんなにあるんですよ、はいね、はい。今日は8ミリのニットリングで、はい、編み進めました。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。